Yeah, Okay, no. so come back with me, Jojo 2025 in NES and Feudal Fairy Tale. Don't sigh. The one does not matter. Kagome was break in Chief Feudal times. There, she met a half demon Inuyasha sealed by Lady Kikyo. Though Inuyasha was after the second jewel of four souls. Of course, other demons were after it as well. And during battle, it shattered. It was the beginning of Lord Inuyasha and Kagome's journey to find the shard of the jewel. During the journey, the evil Naraku appeared. He used all matter at his disposal to collect the shard. However, Lord Inuyasha was joined by Sippo, Miroku, and Sango as well. Work together so one day you may defeat Naraku. The journey of Lord Inuyasha and his friend continues. Jimmy Monka. どうやら客人のようですな。貴様が探しておるのはこいつかな？確かにこの邪剣、紫紺のかけらを持っておるぞ。だが、このかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。貴様のようなやつに渡すわけにはいかん。欲しければ力ずくで奪ってみせよ。こいつなんか嫌だ。まあ所詮その程度よの。かけらの一つくらい貴様にくれてやるわ。なんて腹の立つやつや。始めるんか。おい、そこの養老族、ちょっと待ってくれんか。なんだジジイ、俺が養老族の甲賀様だって分かって言ってんだろうな。わしの名は東東斎。犬夜叉の鉄斎牙を打ったのはわしじゃ。実は素早く動き回りながら使える武器を打ってな、その使い手を探しているんじゃが。何？そりゃ本当か。おいジジイ、それを俺によこしやがれ。慌てるでない。いい武器ってのは使い手を選ぶのよ。おめえが使い手にふさわしいか見てやろう。 That is stupid。 なんじゃ、養老族の頭というから期待しとったのに全然ダメじゃん。ダメ。仕方ないの、他を探すとするかの。うん、あれは確か尻尾とサンゴじゃったか。へえ、二人揃って何してるんじゃろう。始めるんか。お前は東東斎ではないか。ちょうどいい。何かいいものを持っておらんか。なんじゃ尻尾か。そんなにホイホイと作っては名工の名がしたるでの。東東斎のおじいちゃん、私からもお願いする。尻尾に何か作ってあげて。
なこと言われてもわしが作るものは使い手を選ぶからの。よし、わかった。そこまで言うならオラと勝負せ。もしオラが勝ったら意地でも作ってもらうからの。チッポ、私も協力するよ。おじいちゃんに何かいいものを作ってもらおう。勝つには勝ったのじゃが、これじゃなんだかわしが悪者みたいではないか。しょうがないの。尻尾におもちゃでも作ってやるかの。何が残った？始めるんか。ん？なんじゃ？あの虫の大群は。こっちに来るようじゃが。まったく、もっと老人をいたわろうと思わんのかの。じゃあ、思いのほか歯ごたえがなかったの。ん？こりゃシコンのかけらとか言ったか？ひーふーみー、とりあえずもらっておこうかの。始めるんか。始めまんか。ああ、なんじゃ、犬夜叉ではないか。じじい、最近鉄サイガの切れ味が落ちてるみたいなんだ。ちょっと打ち直してくんねえか。ああ、わしの鉄サイガがそう簡単に切れ味が鈍るわけねえだろう。どれ、ちょっと見せてみ。お前バカか。わしの鉄サイガをこんなボロボロにして、やっぱ鉄サイガは今すぐ叩きおる。バカ、何しやがんで。うるさい、とっとと鉄サイガを返せ。お前になんかやれるか。力ずくでも取り返してやる。かおめえ、そんな戦い方しかできねえから鉄サイガがボロボロになるんじゃ。まったく、やっぱお前には鉄サイガはやれんな。今すぐ返してもらうぞ。簡単に勝った。始めるんか。始めまんか。待っていたぞ、トートー祭。ゲッ、殺生丸じゃねえか。まずい奴に会っちゃったな、もう。トートー祭、今度こそこの殺生丸にふさわしい刀を打ってもらうぞ。はあ、だから何度も嫌だと言ってるじゃろう。本当にしつこいな。ふん、そうか。刀を打つ気がないのなら、貴様に用はない。この殺生丸の毒爪で、ダイ切り刻んでくれる。死ね。ありゃ、殺生丸、お前その程度だったんかい。うん。やっぱり、お前にわしの打った刀をやれようじゃな。諦めろ。始めるんか。よう、法師、おめえにちょっと頼みがあるんじゃがの。これは東道祭様ではないですか。私に何かご用ですか。実はな、
新しい武器を売ってみたんじゃが、肝心の使い手が見つかっておらんのよ。おめえおとなしい顔して結構やるようじゃから、使い手にふさわしいか試させてくれんかの。なかなか興味深いですね。無益な摂取はよろしくないのですが、そういうことでしたら協力しましょう。そうかいそうかい、それじゃ遠慮なくやらせてもらうぞい。お前全然ダメじゃん。もう期待して損したわい。なんじゃ、何か言いたげじゃな。実はこの先にある奈落の城へカゴメ様が向かったようなのです。本当は私が行こうと思ったのですが、東東斎様の方がお強い。まったく面倒くさいことをしつけよって。さすがに奈落はまずいの。始めるんか。見つけた。奈落、あんただけは絶対に許さないんだから。カゴメとやら、一人で来たことを後悔させてやる。悪いが一人ではないんじゃの。東東斎のおじいちゃん、どうしてここがわかったの。奉仕のやつに頼まれての。ふん、老いぼれが一人増えたところでどうということはない。二人まとめてあの世へ送ってやる。まったく、もっと老人をいたわらんかい。やった、ついに奈落を倒せた。東東斎のおじいちゃん、助けてくれてありがとう。まあお嬢ちゃんが無事で何よりじゃったわ。こんなところにいつまでいても仕方ない。さっさと帰ろうかの。Okay, we're finished. Finally. This. Thank you. And have a nice day.